システム433と予想しました。ゴールキーパー金山、ディフェンダー右サイドバックには名古屋から加入したばかり成瀬俊平入っています。ヨルディバイスと柳のセンターバック、左に徳本、ダブルボランチは木山と河合、トップ下の位置にステファン・ムーク、ワントップはミッチェル・デューク、右に木村、左に白井と予想しています。システム4231と予想しました。ゴールキーパー小島、ディフェンスは右から長谷川、田上、千葉、堀米、ダブルボランチは高宇陽と高高弘と島田譲る、トップ下の位置に高木、右に伊藤、左に本間、ワントップここまで5ゴール谷口海斗と予想しています。裏、本間が抜ける、成瀬の対応です。1対1、中切り込んで縦に行く、クロスはシュート決まった。先制は新潟、谷口海斗3試合連続ゴール。本間のクラスにドンピシャに飛び込みました。ここで1対1になって、やはりここだけ自由にさせるとステップで飛ばしますし、谷口もしっかりとアイコンタクトでポジショニング取ってからのシュートでしたから、きちっとはめた形での先制ゴールとなったと思います。右、ここ成瀬通ります。さあ1対1、今度は本間との1対1です。クロスが入ってファーサイド、シュートは枠の外、岡山、これがファーストシュートになりました。木村隆也、近いところを使う、可愛い、ここはテクニックを見せる、一旦バイスに戻します。リュークを狙ったボール残って、シュートは決めた、ミッチェル・デューク追いつきました。デュークの体の強さとゴールに対する嗅覚、素晴らしいシュートでしたね。デュークとムークが少し被った形、ございます。ムーク、ございます。デュークです。失礼、前、ここも木村を狙ってきたところ、ムークからもう一度木村、木村シュートはオフサイドです、こういうところできっちりオフサイドコントロールできるだけの守備の意識の高さ、はい、新潟の守りから良かったというところでしょうか。徐々に岡山もビルドアップができるようになってきましたからね、そういう意味ではチャンスが増えました、はい、クロスが入ってデュークのヘッド、ここも来る、ここも小島が吐き出します。シュート、枠の外、ここは頭を抱えるミッチェル・デューグ、大きな決定機でした。惜しく新潟に対してファーサイドボールを入れてきた、シュートはディスティング、落としてもう一度デュークのヘッド、枠の外、デュークらしい宮に飛び込んでの、ね、シュートでしたけれども、はい、今日はなかなかね、ヘディングのところがボールフィーリングとしては合っていないかもしれませんね。そうですね。あ、ここ、本間がボールを奪います。ボールを受けて、本間、左展開。中2枚、シュートは枠の外。本間、ここ狭いところ通りました。縦、こう。こぼれたところ。混戦の中シュートこぼれている、もう一度シュート、これもブロック。木山前、デュークを狙う、デュークシュート、枠の外、ファールはありません。新潟ファールじゃないのかという
アピールをしますが、ここで長い笛、試合終了のホイッスル。1対1、ファジアーノ岡山対アルビレックス新潟の一戦は1対1、両者痛み分けのドローに終わりました。